それでは聖書の方に戻りますちょっと今日は大急ぎになりますけれども、人の働きの7章、54節からです、ね、見ていきたいと思います、えーっとね。人々はこれを聞いて腹渡が逃げ帰る思いでステパノに向かって歯ぎしりしたこれを聞いてというのは、実は2節からステパノの説教が始まるんですけれども、そしてずっと続くんですけれども、ステパノは聖書を通してイサイの歴史を語りながら、いかにまあパリスこの最初たちとかユダヤ人たちが、 イエス様は神の言うことに従ってこなかったか、逆らってきたかを言って、最後に51節のところですね、51節のところで、そのまと,めをまとめとして、かたくなで心と身とにかつれを受けてない人たち、あなた方は先祖たちと同様にいつも精霊に逆らっているのですと、さらに、続けて52節で、あなた方の先祖たちが羽替えしなかった預言者が誰かあったでしょうか,か、彼らは正しい方が来られることを前もって述べた人たちが、 えああああ今、あなた方はこの立ち方々を裏切る者、殺す者となりました、うん、ぬんてうのつまりあのずっと精霊に逆らってきて、神が使わした人たちもあなたは殺してしまったじゃないかと言ったんですねで、53世の最後に、あなた方は密会たちを通して立法を受けたのに、それを守らなかったと、まあ、こうやって言ったんですね、それは起怒りますよね、ずっと最後の歴史を語って、そしてあの神様にあなた方は心固くなで、いつも逆らってた、神が使わした預言者もあなた方は殺した。 与えた,た立法だって守ってないってこう言ったわけですね。まあ、それは起こると思います。<laughs> でもね、ステパノは感情的になってこれ説教したんじゃないですね。ステパノは明らかに聖霊に満たされて語ったんですね。えっと、6章の最後のところにね、えっと、ステパノの身を削ぐと彼の顔は見つかいの顔に見えたと、輝いていた、輝いていて喜んでいた。だから、ステパノは聖霊に満たされて輝いて喜んでいて、その聖霊の道の中で語ったんですね。 でもそれは彼らにとっては腹型が逃げ返る逃げ返るだからねちょっと腹が立つんじゃなくてねこう逃げ返る、ね、あんまり上手にすると私の人格が疑われますかしませんが腹型がガーと逃げ返って歯ぎしりしてだからね,っこうね,ね腹型を煮えて歯ぎしりしてそうして怒っただからもう何ていうかちょっと言葉が悪いけど殺してやりたいと思うほどの憎しみという、まあ、実際殺しますけども,もう殺してやりたいと思うぐらいの憎しみと怒りを持ったわけですね彼らはね何言ってんだこの野郎って感じでしょうね。 もうそういう感じですねそういうい怒りを持ってこられたで普通もし皆さんがそういうふうにされたら私が例えばそういうふうにこう言ったらですね皆さんはですねどうするでしょうねどういった、まあ、タイプがあると思うんですけど恐れちゃう人逆に怒りに怒りで反応する人いろいろタイプありますね恐れて引いてしまう人と逆にもう負けないぐらい怒って返す人ってねいろいろと思うんですけどもステパノはどうしたか。ステパノは55節で 精霊満たされだからステッパの精霊満たされて説教したんだけどこう,こういう憎しみと怒りでぶつかってこられても彼は精霊満たされていて何をしたかというと天を見つめてね神の栄光と身になっておられるイエスを見ていたって書いてあるんですねで天を見ていたってことは永遠に目を止めていたんですで永遠を見ているとキリストが見えるんでこれはね抽象的にそんな感じがしたとかそういう意味じゃなくてはっきりこの後にに56節で「見なさい」 天が開けて人の子が神の右に立っているのが見えますと言っていますから、はっきりペペあのステパナ見えたんですね、そしてキリストは見えた、で、永遠に目を向けていたとき、キリストは見えてきて、キリストの目が止まったんですね、目の前に起こっている憎しみや怒りは、目の前に起こっている自分を殺されるかもしれないという、そういうことじゃなくて、彼はそこじゃなくて、永遠を見ていたら、キリストは,はっきり見えたね。まそしたら余計ですね、人々、怒ったんです。 余け怒って、ですねついにステパノに向かって殺到してきて石投げて殺すんですけどね、外に投てね。でもその時どう言ったかというと、59節でステパノは石を投げられた時、えー、っ,とちょっとね、私のか違うからこっち見て言ってるんですけど、ステパノに石を投げつけていると、ステパノは死を呼んでこういった、死へを私のようにお受けください。どういうことかというとね、この体は死ぬんです。ね、日本の場合は仮装します、ね。昔はショックでしたけど、今はショックじゃありません。この体を持ったまま天国に行けません。 この体を持ったままま永遠に生きませんだからやっぱり愛する人がね焼か出てきたら悲しいですよ人間だからでもいいんですどうしたかって言ったらこの体を持ったまま天国には行けないから新しい復活の体をやがてもらうからねであのステパノは石投げつけられた時当然痛かったと思う血も出たと思う苦しかったと思うでもその痛みも苦しみを超えて彼はああ自分は こここここででで死ぬんんんだだななっっっててててていうととを諦めめじゃなくてししかかり受けけ止めてあこれではここから天候に行けるんだと思ったんですねそして私の霊を受けくださいってね体がどんなにやられても霊は、ね、残って天に帰ってその霊が新しい復活の体をもらうわけだから彼は私の霊を受けくださいって言ってね神様にあ死を受け止めてあもう死ぬんですね分かりましたじゃあこの霊を受け取ってくださいねって言ったんですよねつまりこの最悪と思える、ね、殺されて殉教しちゃうんですけど殺されることを彼はしっかり受け取ってるんですよ。 どうして受け取れたかってキリストを見ていたからなんです英語を見てキリストを見ているとね私たちは目の前に残っているいろんなことやね自分たちにうつされる、ね、人間的な最悪とかねなんで私が止めようなことをね受け止める力が湧いてくるんです例えばね26世紀っていうのは長崎にいるんですけどもね この26世人でします村上の岸さでもいいですけど26世人たちは殉教するとき自分を殉教、自分を殺そうとしている人のやりを今持っている人が、ね、パウロムキっていうのは昔の仲間が、ね、戦略で一歩手前まで行った人が、ね、殺す側になって寺田半ブローって役人だったんですねその寺田半太郎に向かってもやり向けの人に向かってもです、ねね、いやあなたのことは許してるからねってね全く恨んでないよって言ってです、ね、で言ったことはキリストを信じて天国に来いを待ってるからなって言うんですよね砕いて言えば。 やりを向けている人にあなた方のことも許してますからねってね何も恨んでないから天国で待ってますからねって殺される方が殺す方を気遣って言ってるんですねものすごい余裕でしょうだから26世なんて言われるんですけど私は成人信仰はありません彼らは私と同じ罪人で弱かった人ですでも彼らは天国を見てたんですだからキリストを見てたんですでキリストを見てるとねキリストから愛が流れてくるんです 私は大好きなクレネンジン・シモンというのをやるんですけど何度か話しましたね、もうすぐ十字架の季節だからあの、イエス様の十字架を代わりに世話されてキリストの後を行くんですね、その時に一番近くに彼はいたわけですね、だからキリストから流れてくるものを感じたでで、ね、キリストを見てキリストの目が行きますとね、キリストから、ね、愛が流れてくるんです、キリストから力が流れてくるんでで、これは抽象的な気分の問題じゃありません。 本当にキリストから愛と力が流れてくるんです。そうすると私たちは自分では超えれないことを超えていけるし、自分では今までできなかったことができるようになってしまうんです。憎んでどうしようもなかった人を許せてしまえるんです。それがキリストから流れてくる愛の力です。怒りまくってしまうはずなのになぜかしらないけど怒らないで相手のことを思い当れるようになってしまう。頑張ったじゃない。そういう力が流れてくるんです。だから恵みなんですね。それを頑張ってね。 クリスチャンだから愛さないといけない。ばならないと,かとです、ね、引きずってくるんですね。大変なことになります。<laughs> ね、で、日曜日教会が来るから後でに肩が起こりますしですね。もう生きていくのは嫌になります。でも恵みなんです。本当にキリストの目を向けてくると、それは来るんで、彼らステパノは死に目が向いていたから、この死というものを受け止めたしかもそれだけによって、その後すぐひだまずいて大声で叫んだいいですか？石が来てるんですよ。ここで死にますから。 殺されるほど石に投げつけられて,て血も出たるし傷もついているのにその真っただ中で石を投げてくるその人たちのために主よこの罪を彼に負わせないでくださいって言って眠りについたで眠りについたって書いてあるんですねこの子どとが好きないんですよね彼はすっと眠りについた永遠の眠りにねそして本当に彼は天国に行ったんここで聖書は全然否定的じゃないんですねあの彼の体は痛んでボロボロになったかもしれないけど彼は最後に霊を神に渡して そしてこの罪を彼に負わせないでくださいねってすごい余裕だと思いません自分を憎んで石を投げて歯ぎしり噛んで石を投げている人たちのためにこの罪を彼に負わせないでくださいっていう今回ねジョイ牧師さっき明かしくださいましたけれどもジョイ牧師はですねその緊急搬送になった時に、ね、すぐ、ね、牧,師牧師のラインがあるんですね長崎教会の牧師たちのラインがあるんですけどそこに、ね、来たんですね,、えーっとねえー、っといい加減なこと言う,だうとあって怒られそうですからちゃんと言いましょうかね。ね LINE が来ましてです、ねあの、父が今、緊急搬送されましたっていうのが来たんですよね、えー、とねそれでね、で面白いんですよ、その時ね、普通ならね、パニックになったり動揺すると思うんですけどね、こう書いてきたんですよね、先、えー、伝のこと書いてあるんですけど、その前ですね、あこねすみません、かかつけのドクターの判断で、父がまた長崎医療センターに緊急救急搬送されていますと。 この段階では命に危はないと言われたんですけどすぐその後ね危なかったんですね、意識もあり、しっかりしてますが、急に高熱とね吐き気、おかん、胸のくり下がり、血中酸素が90を切っているので、と救,救急対応になりましたで、実際この後危なくなるんですね、でこお祈りいただけると感謝します、ね、それであの、ね、今回はかなり厳しいと、今、説明を受けましたが、私は治るという方が強いです、洗礼を受けるきっかけとなればと思います、お祈りをいただけると感謝です、すごい余裕だなと思うんですよね。 お医者さんがね、もう危ないですよって言ってね、最後になりますかって言ってね、いや、これは違う、宣伝のきっかけだとか言ってね、ねまあ後で聞いたらね、これ読んでからね、動揺されずにって言ったらね、動揺しましたって言われましたけど、もちろん人間だからね、感情は動揺したと思うんですけど、でもこれは宣伝の時だと思ったって言うんですね、なんでそういうふうに心を向けて、そうして落ち着いていられたかっていうと、彼女は縁を知ってるからです、お母さんが今そこに来ていることを知ってるからです。そして あそこに目を置くとキリストの目が向くんですでクリスチャンがねキリストから目を離すとねいいですかただの人なんです弱いただの罪人なんですどんな素晴らしい人もどの人もキリストから目を離れてしまうと私たちは神に相変わらず愛されているし神の意味も相変わらずあるけれどもやっぱり弱いただの罪人なんです 腹も立つし、悲しくもなるし、それに振り回されるし、目の前の状況に振り回されてしまうんです。なんて私は不信仰なんて思う人はいるでしょうけど、キリストから目が離れたら、私たちはこの肉を持っている限り、目の前に起こる事柄に翻弄されるんです。人の言葉が私たちの心を左右してしまうんです。それでもう気温問題に悩んだりするんです。当たり前です。人間なんだから。この体を持ってるんだから。でも私たちが永遠に目を向けて、キリストの目を向ける時に、そのキリストから、 力と精ががすがれてくるんですそして本当に不思議なぐらいね、えっと、私ねジョイ・ボクはやっぱり癌のかけたと思うんですけどねがん <laughs> のあとジョイ・ボは本当に変わりましたが癌、ね、でサビが落ちたんですね,ねでそれまではね私はねサビついてるとかよく言ってたんですけども本当に変わっただから本当にお父さんがこういう状況になった時でも落ち着いてられたんですねそして洗礼を授けることができたでで皆さんねいろんなことが起こる例えばさっき言いましたあの 26世紀になってね、目の前で殺された人のは平気だった、面白しいんですよ、殺した側の豊臣秀吉というのが、ね、いるんです、豊臣秀吉ってね、その人はですね、死ぬ前にですね、えっとね、あの自生の句を読んでるんですね、ね知った人います、その次の年なんです、26世紀に人教して、その次の年に豊臣秀吉は死んじゃうんです、大阪城という、まあ、あの東海安いね政政、政策によってやられてしまいましたけれども、本来絶対落ちない城だったんですね。もうもう 禁断豪華ものすごいでところで死んじゃうんですこの句から言ったらも,うものすごい権力と富を持ってたのに彼が歌った時世の句は「ゆと落ちゆと消えにし我が身かななにわのことは夢のまた夢」って言ったんですねどういうことかというとねああ儚いなってで彼は秀頼と一人息子がいたんですけど一生懸命みんなを周り集めてね部下を「秀頼を頼むと頼むとって必死に言うんですねでも心で分かってるんですねこの部下たちは、ね、私が死んだらね こうやって一生懸命頼んでも結局、ね、政権を取ってしまうだろうし一生懸命私がいいことをいろいろやってるからつながってるけど実際のところは、ね、結局やられたらなと分かってるんですよでも必死になって頼むんですけど頼みながら実はそうはならないと思ってるんですよねでああ、こんなに逆効果になっ,てなったんだけど何にもならない虚しいなって,って死んでいくんですよ。これ見事ですね 何にも失って全てを失って殺されていく人たちは目の前で自分を殺そうとする人たちのことを気を配りながら天国で待ってるからねって許したり恨んだら何もいないよって言って天に帰り殺す側で全てをこの地上のものを全部と引き受けだと思った秀吉はああ虚しいって言って子供の将来を不安と恐れを抱きながら死んでいかねばならなかったんですねこれね,ね面白いキリスト知ってるか知っていないかなんです。で 殉、えっと、教生涯で話しましたけどね、裏、えっと、上のキリストさたちの中に、あのツア和野に流された人がいて、その時子供がね、えっと、小さな子供がいるんですね、であの引き出されてね、えー、そしておいもの美味しいものいっぱい食べさせられてて、食べてねあのあの武士たちがね、あのねこれおいしいよってね、キリスト転ぶって一言言ってくれたらあげるからねって言ったらね。 いいって言うんですよね。のこと言ってこれは甘いのよ。なんでいいの？って言ったらね。言うんですよね。いやおっ母がねってパライソ行けばもっと甘いかもあるって言ったもんって言うんですよね。俺決して捨てないんです。本当にお腹減ってなかったんじゃないんです。その後ロ牢に戻ったらね。まろ、あ、うが当時外にあったので、地元の子供たちがね。セミを取ってね。 まあ、セミで泣くからね、セミで泣くから遊べって言ってね、セミを取ってね、子供たちの、まあ、同じ世代だからね、子供はが子供に向かって投げるんですよ、これで遊べよってね、牢屋の中に、どうしたと思うそのセミを投げられた瞬間、子供たちがパっと飛びついていって、そのセミを取りゃ、バカバカで食べるんですよ、ガリガリガリって食べるセミをそのまま、それぐらいお腹減ってたんです、でも彼らは信仰してなかった、強かったんですが、いいえ、私と同じ弱い人間なんです。 でも彼らは天国を見ていてキリストを見ていたんですあなたの心はどこを向いてますか目の前の問題目の前の事柄人々の言葉に心が奪われてませんかいや私は永遠なんです永遠そして本当に永遠とあってそしてしかもキリストがおられるんですねでこのキリストに目が向いていくとね私たちはね神からの力を受けるんでで神様って生きてるんです現実なんです この方に、ね、目を止めていくときに、ね、そこから、ね、力と力をくるんです、ね、それを、ね、ぜひ知っててほしいというふうに思います、ステパノはこの時、えー、っと眠りにつきました、でも最後は本当に、あそれでもう1つ、ごめんなさい、ちょっと時間があれだけど、大事な話があった、で,でもこの時き、ね、ここだけ見たら、ね、精霊に導かれたと言ったって、実際、ステパノはこの時死んで、誰一人で救われず、石投げて殺されただけで、ここしか見てなかったら、ですよ無駄死にじゃないかっていう人は切ってると思うし、そう思われると思う、我々後知ってるからいいけど、ここだけ見たら。 ね、無駄人じゃないか,かステパノは天国に行ったかもしれないけれども何も来なかったじゃないかと思うかもしれないけど実はこの時ねサウロがいたんですえっとね58節さっきあえて言わなかった58節ねステパノを外に追い出して石を投げつけたんだけどその時証人たちは自分たちの、えっと、着物って書いてあるねこっちはねこっちの役は上着ですけどサウロという青年の足元にこれサウロって後のパウロですこの時サウロはステパノを見ていたんで着物版して見ててでね この野郎と思ったん彼は家大凶だったからいたんと思ったからなんてやつだと思ったんですねで腹が立ったで実際それでね8章1節サウロはステパノ・コロスコに賛成していた8章3節サウロは家から家へ押し入って教会を出らし男も女も引き出して牢に入れたもうはまあこっちの言葉で腹をかいて怒りまくってですねますますやったところが9章でサウロは神に打たれて改心してパウロになるんです その時パウロにとってクリスチャンって誰か知ってますかパウロにとってクリスチャンはステパノだったんですこのステパノは忘れられなかったもう怒りまくるぐらい心に起っててなんてやつだってね何が許してくださいだとんでもない野郎だってね俺は立派にってるって、ね、とんでもない野郎だと思ったその時は、ね、こんな痛みを信じてこんなおかしいこと言ってって言って怒りまくってた自分は一緒投げなかったけどもう賛成しててその後実践したでも 改心してキリストに出会った時彼にとってステパノはクリスチャンだっただから彼はあの生涯イエスのために命をかけてあれだけの働きをしたんですね最後にあなたを見てクリスチャンになった人が、ね、クリスチャンってあなたみたいな人ってどうでしょうか日本のクリスチャンの独自はね私のようにならないでって人がいるんですね私を見ないでキリストを見てってあ,ある意味正しいんですけどある意味間違ってるんですよね ステパノを見たんですよステパノがクリスチャン彼はそこにキリストを見たんですよねであの皆さん私たちはお互いねキリストのうちに来ておられるんですから、ね、あの本当にいい意味で私たはどうしようもない,い罪人だけどその罪と愛してくださったエス様が私を通して洗えてくださるのでね,ねそ,うそう思ってくださいでねだから皆さんを通してこれから教会に来る人たちは皆さんがモハになります頑張れって言いませんだからキリストを見上げて 私はどうしようもない罪人です、お互い。でも、キリストを見上げていると、そのどうしようもない罪人なのに、キリストから力と愛が流れてくるんですね。これはね、えっと、何百回白撤去してもだめなんです、体験しないと。本当に来るんです、どうしてキリストは生きているから、そしてキリストはエコー生きしないから、子供であろうと、97歳の方であろうと、どんな肌の色をしていようと、関係ありません。 キリストは愛好行かないからですこの方に目を向けるときその力は育てますそれをねどうだの覚えててほしいというふうに思いますお祈りします天のお父様少し駆け足になりましたけれども御言葉をありがとうございます一人一人今目の前に許されている問題はみんな違うと思います経済の問題また人間関係の問題病気の問題もう手に負えない問題があってそれを見てると動揺したりあるいは混乱したりするかもしれませんでもどうぞ目を永遠に向けて しっかりとキリストに目を向けてキリストから力と愛と恵みを受けて私たちが本当に神様にある対話ができるように感謝を持って対応していくことができるように力強い思を持って導いてください。